町中歴史講座は地域を学ぶことで今後の地域づくりに生かしてもらいたいと、地域の町づくりを応援する団体一般社団法人山の船が開いていて、今回で2回目です。この日は戦国時代の真庭について、民生児童委員の委員長や真庭ブックスの編集員などさまざまなボランティア活動をしている三船正幸さんが話しました。で、江戸時代の中頃、西尾市からですね、やってきた、三浦、それは跡見浦ですかね、三浦を二通りあります。今今度は昔士族であったとかいう続いてるのは跡見浦の方です。山の船は今年の1月に三船さんを講師に迎え、高瀬舟の役割や歴史について学ぶ1回目の町中歴史講座を開きました。この日のテーマ、戦国時代の真庭は、戦国時代といえば織田信長や豊臣秀吉など歴史上の有名な人物を想像しがちですが、その時代の真庭の出来事を知ってより真庭のファンになってもらおうと企画されました。三船さんは遠い場所の出来事と思われがちな戦国時代をより身近に感じてもらいたいと、勝山の三浦市をはじめ戦国時代の真庭の姿について解説しました。で、ね、三つ星城というのは、ここが、これは赤のところが高田城ですね。これが成和城、攻めてきたのは高橋の府ですから、ここ成和城ね、ここに毛利のこのこちらへ攻める拠点の成和城があったわけですね。で、成和城から高田城を迂回して、参加した人たちは長年教員を務めてきた三船さんの分かりやすい解説にうなずいたりメモを取ったり、和やかな雰囲気で講座を受けていました。山の船では今後も地域の歴史や地元の自然素材などを題材に講座やワークショップなどを行っていくということです。高田城は